スタジオリバーサイド。はい、こんばんは、ギタリストの竹下敦です、先日買った、こちらの、ブルガリアのギター、うちのね、とっても愛する猫のウリ君にこの模様が似てるんですよ。ほら、この茶色でね。このギターには名前は、ウリ君という名前のギターにしました。最初ね、ちょっとネックのところがね、どうも手にしっくりこないなと思ったんですが、少し弦高を下げました。このね、この部分を削って、そうしましたところ、突然ですよね、本当にもうちょっとこれ弾くの無理と思って手放そうかなと思ったんですけど、それでもなんとなくやっぱりこうこのギターがいいなと思って、数あるね、お店の中にある黒澤明さんの中にある中から、なぜかこのギターが呼んでたんですよ。だからそう簡単に手放すっていうのもなんかね、こうじゃあその時の直感を、自分の直感をその間違ってたのかなっていうふうに思うわけじゃないですか。で、あれやこれやこうちょっと 手の使い方とかね、こうかなこうかなって探ってたんですけど、結果的にはね、少し自分のサボっちゃってました。正しいクラシックギターのフォームに戻したところ、突然にやっぱり弾きやすくなりましたね。だから忘れちゃってたことをね、このウリ君がうちへ来てくれたことでいろいろ思い出せたのかなと思ったりしました。また今日も朝方になってしまいました。それでは、これから寝たいと思います。それでは、皆さんおやすみなさい。かっこいいギタリスト竹下敦でした。